川と申します。どうぞよろしくお願いします。普段は私は建築のデザインですとか、プロダクトのデザインなどをしてきているわけなんですが、建築家っていうのは建物、自分が設計した建物がどう見えるかというものを透視図法という手法を使って、描くわけです。で、その投影法について興味を持ちまして、で、長い間研究を重ねてきました。今日は私が中心になって長い間研究開発をしてきまして、作りました世界地図をご紹介いたします。じゃあ早速なんですが、オーサグラフと名付けました、この世界地図を、ご覧いただこうと思います。はい、これがそうなんですが、このような長方形の枠の中に6つの大陸、アフリカ、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、それからこれが一番大事なんですが、他の地図図法では無視されたり大きな歪みを含んでいた南極大陸の形や大きさが極力正しい状態 でさらに形も均等に歪みを分散させることで非常に正しく描かれている、そういう地図になっています。でこれによりますと、例えば大きなグリーンランドという島がやっぱり大きいけれどオーストラリア大陸よりはうんと小さいんだということが正しく表現することができるというような利点があります。それではこれまでの長い歴史の中でどういう世界地図があったかということを簡単にご説明いたします。そもそも球体を長方形にピタッと、正確に書き写す数学的な完全解というのは、ありえないわけなんです。それゆえにさまざまな人がいろんな世界地図を作ってきたわけなんですが、皆さんも、一番馴染みのある世界地図は、どれかというと、これだと思うんですね。メルカトル図法といいます。長方形に世界がぴったりと収まった世界地図です。で、今ご覧になっているこのプロジェクターの形、これ長方形ですよね。パソコンのモニターも長方形だし、今メモ取られているメモ用紙も長方形です。情報というのは長方形にぴったりと収まっている、そういうフォーマットですので、この世界地図のように、地球1個分を長方形に余暇分なく収めているというのは非常に優れている、ポイントなんですが、一方で、南極大陸が東西に非常に引き伸ばされて、しかも肥大化して描かれてしまったり、グリーンランドがオーストラリアよりもあたかも大きいというふうな誤解を生んでしまう、そういう欠点があります。一方でこの世界地図は1569年に発明された地図なんですね。でその時代南極大陸というのはまだ発見されていませんでした。ですので当時の世界観というのはここから上の世界、しかも北極付近も寒いだけで何も興味があるものはほとんどない、サンタクロースは例外なんですが、それ以外興味のあるものはほとんどなくて、当時ヨーロッパ列強が興味を持っていたのは銀や香辛料が取れる植民地付近だったんですね。で植民地はずらりと赤道に当時並んでいたわけでして、でメルカトル図法によれば赤道付近の地理というのは非常に正確に表現できたわけです。つまり時代背景、当時の時代背景を考えますと、メルカトル図法というのは非常に、ほぼ完璧な地図図法だったんです。一方で20世紀に入りまして、我々も海外旅行に行きますよね。長い大陸間を横断するような長いフライトをする際に、例えば東京の成田を飛び立った飛行機がブラジリア行くのに、なんでヒューストン行くんだろう、ヒューストンを経由するんだろうと、まるで回り道しているように描かれてしまうというような問題点も、現れてきたわけなんですね。その問題点に対してさまざまな解決案も、実は出てきているわけです。でその中で最も優れている世界地図の提案というのが、1946年にアメリカのバックミンスター・フラーという人が発明したダイマキションマップという地図があるんですけれども、この地図によると6つの大陸がすべて正確に描かれていて、描かれていると、形も面積もほぼ正しい、そういう地図になっているんですね。
この地図発明されたのは1946年ですので、ちょうどアメリカとソビエトが冷戦を始めた時代だったんです。アメリカとソビエトが実は東西対立ではなくて北極海を挟んだ対立だということを非常に分かりやすく表現しているという点でも大変優れている地図なんです。ところがこの地図は大陸のレイアウトを優先してしまったために、海の形というか、例えば太平洋を表現しようとすると3つの領域に分断されてしまうという欠点を抱えているわけなんですね。異常気象を起こすようなエルニーニョのような海流を矢印で描こうとすると海流の動きが分断されてしまうという欠点があるわけなんです。つまりさまざまな世界地図が提案されてきているわけなんですが、2つのグループに分類できるということが分かったわけなんです。長方形に世界を収めようとすると、大陸が歪んでしまう。歪みを直そうとすると今度は地図自体がギザギザになってしまうということから、今回私が提案している世界地図というのはメルカトル図法のように長方形に収まりつつ、ダイマクションマップのように大陸の面積が正しいと、そういう地図を開発しようという目的で地図を作りました。じゃあ具体的に幾何学的にどうやってこの地図投影をして世界地図を作ったかということをアニメーションを使って説明します。まず地球があります。球体を96等分します。これは96等分でも600等分でも等分数が多ければ多いほどいいんですが、この説明用には96等分したものを使います。一個一個の細長いこういう三角形の白いラインで、区分された三角形が全体の96分の1を保っているという面積を保ちながら、一度新写投影というのを行ってこういうおにぎり状の形に、書き写します。もう一度今度は平写投影という投影方法を使って静止面体というものに、書き写すわけです。その間面積は保った状態で、投影を行うわけです。そうしますと、あらゆる立体の中で静止面体というのは唯一ハサミを入れて切り開くとこのような長方形の展開図が得られるんですね。でその、特徴を利用して、切り開きますと縦横比が1対ルート3の面積の正しい世界地図ができるという仕組みになってます。1対ルート3というのはほぼ9対16ですので、ハイビジョンのモニターにほぼぴったり収まるというポイントが挙げられます。次にこの世界地図は、各辺の中点を回転軸に180度ずつ回転させていくと縦横斜めに地理情報がすべてつながった状態でシームレスに並べることができると、そこから今度は横長のこういった世界地図を新たに切り出すことができる。さらに、ブラジルが今右端ですけれども、ブラジルを中心にするためにビューアーをスライドさせたり、ひし形正三角形に変形させて南極を中心にした世界地図ですとか、アフリカを中心にした世界地図をビューアーをスライドさせて、新たな世界地図を切り出すことができる。このように四角い枠をスライドさせたり方向転換させたり、それから世界地図の形自体を長方形やひし形に変形することによってさまざまな角度から見た世界観というのを次々に提供できるという特徴を持った世界地図というのを今回考え出しました。このオーサグラフという投影方法を使った世界地図によりますと、例えばオゾンホールがぽっかり空いている南極上空のオゾンホールの形状といったものの大きさや形が非常に分かりやすい状態で表示できるですとか、東京発ブラジリア行きの飛行機というのが、やっぱりヒューストンを経由するんだなということが、正しく表現できるというような利点があります。でもちろんこれは球体を長方形に描き写すための方法ですので、何も今の地球の海岸線を表現するために、使うことに限定されるわけではなくて、例えば、地球は大陸移動を、繰り返して大陸は移動してるんですが、6億年前から現在までの
大陸の移動する姿というのをオーサーグラフを使って、分かりやすく表現することもできます。そうしますと、もうすぐここにインドが現れてくるんですけれども、これですね、インドがマダガスカルと今分かれましたね。でインド洋を泳いでユーラシア大陸に激突してヒマラヤができたというような地質学的な、テーマに沿った、ものを非常に分かりやすくビジュアル的に表現することができるというような使い方が提案できます。まあ、そもそも我々の住む球面世界というのはどちらにどれだけ歩いていっても行き止まりのない世界ですよね。ですので、今回この地図をなぜ平面重点できるようにしたかというと、我々の住む世界というのは、大昔の人たちというのは、無限平面上にあると、誤解したように球面世界と、無限平面というのは非常によく似ているわけなんですね、幾何学的に。ですのでこうタイリングして平面重点することでその行き止まりのない世界というのをどれだけ二次元で忠実に再現できるかという試みとしてこの世界地図を作っています。こういう地図を作っていろいろなテーマの、地図を私の方でも制作しているんですが、スライドさせたり回転させたりというような、ことは皆さんにぜひこう体験してもらって、どういう地図の特徴があるかということを経験してもらいたいわけなんですね。そこで今年の1月に日本科学未来館が、大規模な地図アーカイブを作ってくださったんですが、ジオパレットという世界地図のアーカイブにこの、オーサーグラフ世界地図を採用してくださいました。未来館と制作チームの方々が収集した600ものテーマで、例えば、インターネット利用者数といった文化的な、テーマの地図ですとか、エイズによる死亡者数といった保健や衛生、それから日射量といった、自然科学に関するテーマ地図などを自由にブラウズしていただいて選んでもらって、そこから気に入ったもの、例えば離婚率っていうそういう地図もありますね。それを、オーサーグラフを使って表示していただいて、色、それからパターン、さらに透明度を変えてもらって自分の好きな、色合いにカスタマイズした世界地図を作っていただけるようなサービスになっています。さらにこれなんで透明度を変えられるかということにこだわったかというと、1枚の地図を重ねるだけではなくて、例えばですが世界で一番幸せな国はどこだろうかというふうに考えたときに、いろいろなパラメーターの地図を何枚も重ね合わせていって、そこで浮き彫りになる色の、色合いから、あ、この国はもしかしたらとても住みやすくて、世界一幸せな国かもしれないというような新たな考え方の地図を視覚化することができるという際に、透明な色を重ね合わせて色合いを調整することができる。ですので この場合識字率が高くて離婚率が低くて、失業者数が少なくて平均寿命が非常に長いというような、そういうものが世界で一番幸せな国の基準になるんじゃないかなと思うと、そういうことを、コメントも書いて、地図を作って、それをアップロードして他のユーザーたちのコメントをもらうとか意見を交換するというような、楽しみ方ができる、そういうサービスになってます。もちろんオーサーグラフですので、このように中心を変えて、違う観点視点から世界を 見たり、例えばヨーロッパ地域はどうなっているだろう、ノルウェー、それからスイス、オーストリアが、オレンジ色が濃いので、結構幸せな生活ができる国なんじゃないかなとか、そういうことを考えたり、ズームアウトして方向転換をしてスライドして、また方向転換してスライドさせて、普段とは違った世界の見方ができる世界地図を作って、それに対してコメントを書くと、
で、世界で一番幸せな国はどこかっていう例を挙げましたけど、これは日本科学未来館の方でこのような、抽象的なんですけれども、すごく難しいお題を月に1回ですとか出していって、それに対してユーザーがこう自分で考えた考えをこう、コメントに書いたり、こういう地図を作ってアップロードして、お互いの意見交換をすると、そういうようなサービスになっています。ですので、ぜひ使ってみてください。日本科学未来館の方では、このように自然科学テーマですとか世界の統計データというのを大量に収集してくださいまして、この大規模な世界地図のアーカイブを作ってくださったんですけれども、それだけではなくて、今私が興味を持っているのは世界史のテーマなんですね。例えば、1475年から1500年間の間、さまざまな冒険家が大航海をしてきました。コロンブスが西回り、バスコ・ダ・ガマが東回りでインドを目指した時代の、大航海の軌跡というのを一枚の地図に表現することがオーサグラフだと可能です。さらにマゼランが世界、マゼランやエルカノが世界を一周したとしても、キャプテン・クックが自分の生涯で、3回に分けて世界を3周したとしても、オーサグラフ世界地図というのは全方向につなぎ合わせていって、シームレスに地理情報を、拡張することができますので、このようにキャプテン・クックの軌跡というのを一筆書きでトラッキングしていくことができると。ここでキャプテン・クックは実は死んでるんですね、ハワイで。でもその後乗組員たちがこういうふうに戻ってきたと。そのような新しい方法で、世界史を表現することができるのではないかなと思ってます。でもちろん一つのテーマだけではなくて、世界史すべてを一望できるのではないかという考えのもとに、こういう世界地図も作ってみました。紀元前1300年から50年ごとの世界の状況を世界地図で、オーサグラフ地図で縦長のものですが作りまして、時系列にずらーっとこう並べていった、そういう世界地図を作りました。こうして、1300年から2007年までの、50年間の68枚の地図をつなぎ合わせてあげることで、2300年間の世界の歴史を、長方形で一望できると、何かのいきさつを、長方形で一望できるというような世界地図を、作ってみたわけなんです。これを使いますと、例えばモンゴル帝国というのは史上最大の帝国だと言われていて、確かにでっかいにはでっかいなと。ただ、さっと現れてさっと消えてしまったので、それに対してローマ帝国というのはそこまで大きくないけど、長い間継続したので繰り返しこう現れてくると。そうすると世界史を通して見た場合に、やっぱりローマ帝国というのは存在感があるんだなというように、世界史を時系列も踏まえてこうビジュアルで表現することができるのではないかというような世界地図を作っています。これは、12月に東京都写真美術館の方で公開する予定でして、今制作に、世界史の先生ですとか、あと東大の、比較文化人類学をやっている学生さんとかに手伝っていただきながら、今作っているところです。早足で、ご説明してきましたけれども、ここまで来るのに15年実はかかっているわけなんですね。で、一つ気づいたのは、世界地図を作ろうと思って投影方法を研究している時には、ずっとこういう幾何学の研究をしていたわけなんです。特にハサミとセロテープを使ってチョキチョキしながら、こういう模型をどんどん作ってきまして、最終的には、こういうふうに2段階に投影したものがこういう静止面体になり、それをこう切り開くと、あ、長方形になるんだということに、模型を作ったりしながら検証していったわけなんですね。でその時に、計算方法とかそういうものを、計算とかを常に繰り返しているわけではなくて、初めにこうインスピレーションはこう指を動かしながら考えて、でそれが本当に正しいかどうかっていうのを計算で実証するというようなプロセスで、とにかく、作ってきたわけなんです。
で一度その幾何学立体幾何学の探求をして、世界地図ができたと。そうすると今度はその世界地図を使って何を表現しようかという話に移っていくわけなんです。そうすると今まで幾何学とデザインばっかりやっていたのに、それまでお付き合いがなかった人たちと、例えば地学や地理、それから、地政学、それからに世界史ですね、そういう、人文社会系の面白い方々と一緒にお仕事をしながら、こういろんな世界地図を展開していくというような、まあ、生活に変わってきたわけなんです。それがとても、まあ、面白かったなと思ってます。それで、まあ、球面世界っていうのは行き止まりがない世界 でそれをどうやって平面に、表現するかという世界地図なわけなんですが、まあ、今後も、学問一個一個には垣根があって行き止まりがあるわけなんですけれども、まあ、この地図を使って、いろんな分野の人たちと分野をまたいで行き止まりのないこう学問の世界を作り上げて、その中で幅広くこう活動していくことができればなと思っているところです。今日は私の発表はこれで終わりです。どうもありがとうございました。